朝日放送グループホールディングス。朝日放送グループホールディングス株式会社。朝日放送グループホールディングス。英称、朝日ブロードキャスティンググループホールディングスコーポレーションは日本の認定放送持株会社である。二千十八年三月十一日までは近畿広域圏を放送対象地域とする特定地上放送事業者で中波放送。 AM 放送とテレビジョン放送の県営局、ラテ県営局で、ラジオ放送は JRN 及び NRN とのクロスネット局、テレビ放送はアン系列の純キー局である。近年は朝日放送を公式的な故障としてはあまり使われておらず、ABC と略して呼ぶケースが多くなっていた。ラジオ放送を行う子会社については朝日放送ラジオ、 テレビ放送を行う子会社については朝日放送テレビを参照。以下は朝日放送テレビの支社、支局、系列新聞は朝日新聞、朝日新聞社。人材交流も盛んで、ABC 所属社員が朝日新聞に、逆に朝日新聞所属社員が ABC にそれぞれ出向社員として派遣されることも、ある。中にはアナウンサーが朝日新聞記者となった、例。 中村栄一、堀江先生成、高橋大桜もある。日本の放送局では初めて国際環境企画 ISO14001 を認証取得2001年3月23日。これをきっかけに、系列局のテレビ朝日、名古屋テレビ放送、瀬戸内海放送なども ISO14001 を認証取得し、ABC ロゴ、社名ロゴ、 放送局を取り巻く状況として、コンテンツビジネスの環境変化が起きており、インターネットやスマートフォンの技術革新による視聴環境、メディアへの接触や視聴者の生活スタイルが大きく変化ている。また、動画配信や 4K、8K といった技術革新、放送以外の多様性、コンテンツの海外輸出、インバウンドビジネスなどの急激な変化にも適応していく必要がある。 こうした状況を受け、朝日放送では、2016年4月に、中間持ち株会社の ABC、フロンティアホールディングスと事業主会社の ABC アニメーション、ABC インターナショナル ABC、ライツビジネスを発足、同年7月より、アニメーション制作事業、海外への番組、フォーマット販売等の海外ビジネス事業、ライセンス、物販事業といった、 放送関連事業を分社し承継させ、業務を開始している。そして、さらなるグループ経営の迅速化と、柔軟な経営判断ができる、体制構築を目的とし、また、テレビとラジオが共に勝ち抜いていくため、いずれも独立した経営及び事業体制が必要と判断したことから、2017年2月8日に、放送持ち株会社への移行と、テレビ放送事業、 ラジオ放送事業それぞれの分社化を発表した。放送持ち株会社への移行は、在阪純記局では、同年4月に移行した毎日放送、MBS メディアホールディングスに続いて2社目、全国では9社目、上場企業では8社目の事例となる。また、ラテ県営からテレビラジオそれぞれを独立させる形にするのは、ラジオでネットワークを組んでおり、かつてのテレビ系列局だった。 東京放送ホールディングス、TBS テレビ TBS ラジオ、中部日本放送、CBC テレビ CBC ラジオに続く。移行スキームとしては、2017年4月上旬に分割準備会社として、朝日放送テレビ分割準備会社と、朝日放送ラジオ分割準備会社を設立、同年6月に行われる、定時株主総会での承認と、 総務大臣をはじめとする官公庁による許認可を得た上で2018年4月1日に朝日放送が称号を朝日放送グループホールディングス株式会社に変更免許を含めた放送事業のうちテレビ放送事業を朝日放送テレビ分割準備会社に分割承継し朝日放送テレビ株式会社に称号変更ラジオ放送事業を 朝日放送ラジオ分割準備会社に分割、承継し、朝日放送ラジオ株式会社に称号変更し、朝日放送グループホールディングスが認定放送持ち株会社になった上で、その参加に朝日放送テレビ、朝日放送ラジオ、スカイエーといった機関放送事業者や ABC メアコム、ABC リブラ、ABC フロンティアホールディングスなどの子会社を置く形となる。 2018年2月7日に、これらの巨人化が下り、同年4月1日から正式に同体制に移行することが決定した。企業、団体は、当時の名称、出展。朝日放送は、筆頭株主である、朝日新聞社の株主、7万4千株、2.31%となっている。朝日放送では、以下の5冊を発行している。 2016年7月時点。移転の歴史については遠隔も、参照のこと。1966年から、それまでの本社及び、ラジオ部門の中の島、テレビ部門の道島社屋を統合して移転した、ABC センターと称する大阪市北区、旧大淀区、大淀南の社屋を使用してきた。社屋周辺には、電波塔、大阪タワーやホテル、ホテルプラザ、 クラシック専用の音楽ホール、ザ・シンフォニーホールも設置され、単なる放送施設にとどまらない形となっていた。帰宅、旧大夜読への移転により、梅田には比較的近くなったが、ホテルプラザをはじめ関連施設の閉鎖や、社屋の老朽化が進んだこともあり、2004年に現在時、ホタル町への移転計画が発表された。大淀の旧社屋より、 何わ筋を約700メートル南に移転した原、社屋は敷地面積8500平方メートル、ABC センターの約半分、地上16階、地下1階建て、高さ110メートル、延べ床面積約44500平方メートルである、建物の床面積は旧社屋の1.5倍。おはよう天気ですで、兵庫県南部地震、阪神。 淡路大震災に襲われた反省から、建物には大規模放送局で、初めて免震構造を取り入れている。また屋上にガスタービン発電機2機、地下に最大150キロリットルの重油を備蓄可能なタンクを備え、停電時にも最大5日間ビル全館への電力供給が可能。車屋は9階建てのスタジオ棟、低層棟と16階建てのジム棟。 構想棟からなり、建物内には、スタジオ棟にテレビスタジオが4つ、ジム棟13階にラジオスタジオ5つが設置された。スタジオ棟には、公開放送用ホール、3代目 ABC ホール、258席、最大320席も設けられている。設計は、熊健吾建築都市設計事務所と、NTT ファシリティーズが手掛けた。道島側に面して、 広大なリバーデッキも設けられている。また新社屋に加え、何は筋を挟んだ西側の福島2丁目、関西電力病院向かいには6階建てのアネックス、別館が同時期に建設され、関連会社などの事務所が入居した。一転準備のため、新社屋テレビ A スタジオを使用して、番組の放送や収録が移転1ヶ月前の2008年4月から始まり、 同年5月に北区大淀南2丁目の社屋から福島区福島1丁目の新社屋への移転が実施された。5月12日には関連会社のスカイエー、スカイエースポーツの放送センターが大淀社屋から福島社屋へ移転し、5月19日には大淀社屋から福島社屋へ本社が移転した。6月17日には 放送センター移転後も大淀土社屋にあったスカイエースポーツの創出マスターが新社屋マスターハイビジョン対応に切り替わり6月23日から放送新社屋マスターへ切り替えた新社屋の一部のラジオスタジオ完成が間に合わなかったため新社屋移転後も旧社屋のラジオスタジオで一部の番組収録が行われていたが7月末をもって旧社屋での番組収録は終了した 8月5日には、新社屋の3代目 ABC ホール完成。稼働開始後も引き続き稼働していた、旧社屋の2代目 ABC ホールが閉鎖された。旧社屋でのすべての業務終了後も、テレビスタジオは、ご機嫌。ブランニュの収録、2008年10月7日放送の、復活宣言。パラ軍団の24時間耐久ドミノに使用された。開業当時からには、 ABC のロゴが掲げられていなかったが、2015年6月より上部に設置された。夜間における緊急事態発生に備え、局アナ一人と制作、技術、報道部門のスタッフ数人が局に毎日交代で泊まり込む宿直勤務制度を敷いている。技術者にサイバー関西ワイドプロジェクトに関係した人物がいたこともあり、 朝日放送が a s a h i c o j p を使い始めたのは1984年で、当時は朝日新聞がまだ JPNIC に申請をしておらず、日本での co.jp サイトとして最初に朝日の名前を使うことになった。公式サイト開設にあたり、ANA ビジネスクリエイトにドメイン名 abc.co.jp を先に使われたため、 a s a n i c o j p となった。その影響で系列の朝日新聞社は a s a n i h i n p c o j p 及び a s a n h i c o m となっている。現在は a s a n i j o m 及び abc ラジオ用の abc1008.com も使われている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。